はいどうもゆきです。パワポケ6実況プレイ、今回最終パートになります。裏野球大会最強の敵と戦って勝ってやりましょう。ぶっ飛ばしてやんよ。いけるかな、怖いな。でも勝つっきゃない。いくぜ。さあ体力ゼロの状態でよくもここまで頑張ってくれた。今日は裏野球大会の決勝だ。でおい、 US スーパーヒーローズだ。いいのかこの相手、アマチュアじゃないじゃないか。他のチームは国家元首であるこの私が国家予算を使って個人的に作ったものだから問題ない。いや国家予算使って個人的に作んなよ。とさっき英語で言ってたでやんす。いやしかし何のために。たとえアマチュアの大会であれ我が国も勝利しない大会などあってはならない。愛国心万歳とさっき英語で言ってたでやんす。じゃあやっぱりナショナルチームなんじゃないか。あらゆる軍事技術を民間に転用したこのチームは我が国の象徴。我々が負けるはずがない。こんなことは許されるはずがない。ここでの勝利は神のご意識なのだとさっき英語で叫んでたでやんす。嫌な時代だな。とりあえず野球しようか。いや怖え、勝っていいのかすらわからん。勝てるのかもわからんし、勝っていいのかすらもわからんが、きつくね。 3-0 でしょ。 3-0 でしょ。しかも千林くん調子悪いじゃん。うちのエースなのに。スーパースライダー4フォーク4 160キロだよ。しかも誰も打ってないんだよ。エラーで出ただけですからねこれ。 3-0、もう打ってくしかねえよな。勝つしかねえんだよな。早っ早っ早っ。いや早い早い早い、マジで。ちょっと待って、マジ早い早いけど、いや早いけどじゃなくて早い早い早いははい、はい、早い、強い、やばい、怖い。いやあ、落ち着け、落ち着け。変化球狙った方がいいか。いや、フォークとスライダーだから。うーわ。きつ。素直にきつい、このチーム。ま、でも。でも敵ピッチャー絶好調ではないので、付け入る隙があるとしたらそこだけですね。ただうちのなーエースの千林くんが、うちの千林くんの調子が悪いとなると結構まずいんだよな。そこ頼りにしてるとこかなりあるんで、これまでも。あ、でもなんバッティングはなんとかなるか、抑えられるか。いや、こうクリーンアップですね。いける。おう、まあいい、切れてよかった。ファール、一発狙うよりミート打ちの方がいいか。いや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 、ゴールドロジャーさん、ダメだよダメだよ。とっちゃんゆきさん、ちょっと反撃ののろしを上げようぜ。ここできついって、早いって。おっ、 OK よし、ワンアウトランナー二塁。っていうか何よりもヒットを打てたっていうのが大きい。これを反撃ののろしにみんな頑張ってくれ。あ、無理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 。今のボール球だったし。これストライクだね。いや、コーナー決めてくんなよ。ただでさえ早いんだからさ、ど真ん中に投げてくれよ、せめて。いや、ボール。ああ、怖い。怖い怖い怖い。いける。ああ、スライダーだった。釣られた。オッケー、1点返した。よし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 、ナイスナイスナイス。神は我を見放していない。とりあえず1点取れましたが、あと2点取んなきゃいけない。これさ、せめて同点だったらまだしもさ、3点負けの状況は、いやでも1点返したからあと2点なんだ。状況は自分で打破すべきもの。オッケー、よし、打てる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 けど、下位打線になってきた。ここでいけるのかどうかだよな。あとちょっと踏ん張るんだ。ムフフン、ユーマくんなんだな。これ下手に走れないんだよな。敵の肩もいいからさ、ミート打ちよりは強振の方がいいかな。ミート打ちはもう詰まる気がする。しっかりと球は見て落ち着いて、いや落ち着こう、落ち着いて球を見よう。こう165キロ無理っしょ。
反応できねえよ、そもそも。球速上げてくんな、ここになって。いける！よし、来た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 走走走落ちろ、オッケーオッケーオッケー、よし、より、いけ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 、オッケー、来た、同点、よし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 、いいよ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 、マジでいける。いや、スーパーそのまんましてほしかったな。ちょ、そのままスーパーが良かったけど、いける、これ勝てるよ。ちょっと待って、でこのキャプテンの球見せて、スライダー4、フォークさん、シンカーさん、きついなきつい、選択肢増えたな。ちょ、まずは球を見せろ。でもここでできれば二塁ランナー返して逆転しちゃいたいよな。こんなに打てるかどうか分かんないし、後で。あ、なるほど、フォークがそれね。スライダーはどんな感じなの。ちょ、スライダー1球、スライダー1球投げてもらっていいですか。すいません。おお、フォアボール。いやー、でもな、フォアボールにするなら、フォアボールにするなら素直に1点欲しかった。別に今フォアボールいらない、1点さえあればいい。いける、あー、くそー、千林くん調子良かったらいけたのに。くそー。まあでも一気に3点取れたんで、さっきの回はもう本当大金星ですね。あと1点取れれば勝てる。おい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 、一発が怖いな、マジでこのチーム。でもさっきのは本当でかいよ。マジやってみるとわかるけど、このチームバカ強いから。だって正直7回裏最初の攻撃もう、でもいいや、もういいや、集中しよう集中しよう、行こう、脳が垂れる前にとりあえず1点取ろう。1点取ってっていうか、試合終わってから喋ろう。もう集中しないと、そうやすやすとは勝てないよこのチーム。でもストレートそんな速くないな。スライダー、オッケー、あ、抜けた、ナイス、2塁いっちゃえ。あー、間に合うか、怪しいぞ、うーわ、いや今の間に合うと思うべさ。今のは一塁じゃ止まんねえべさ。マジか。いや、止まっとけばよかったのか。今のはでも走るくない？いや、マジか。これはボールだね。ちょっと待ってくれよ。これもボールだね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。しっかり見れてはいるよ。あ、これストライク。早い。早かった。打てなかった。強振かな、やっぱ。ユキ、あー、これはファールですね。くそ、入ってたら美味しかったんですけど、振り遅れた。あー、今度は早かった。落ち着け。いやー、そのさ、150キロ級をさ、コーナーに決めてくんだよ。ピッチャー変えられたし、せっかく若干慣れてきたのに、ピッチャー変えないでくれよ、敵。なんかさ、敵の球慣れてきた時にピッチャー変えられるとマジきつくないっすか。変えないでいただきたい。そのままね、スタミナ切れる前変えないでいただきたい。新設高校見てみ、あいつスタミナ切れても車坂さん俺のこと変えてくんないからね、あの人。オッケー、ジローさんナイス。ジローちゃんあんま球数投げてないから。うおー、七色の変化球タイプか。ちょっと改めて確認されてさせて。ダック1-2-3-2-1、ほい。まあ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 、さっきよりは打ちやすいのか。一回球見よう。うん、なんかめんどくさい気がするこれ。打てなかないかもしれないけど、めんどくさい気がする。ミート打ちの方がいいタイプか。打てなか、まあ、でも変化量大きいわけではないからな、打てなかないんだろうけど。あ、抜けたけど、いや抜けたけど、これ二塁危ね、多分行ったら刺されてたの、さっきの千林兄みたいに。 OK、 いい、おお、いけた、 OKオッケー、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 ナイス、ナイス、ナイス。ノーアウト1、3塁。これいけるよ。勝てるよ。ちょ、ただ、スクイーズとか狙うのも怖いんで、ここはもう、堅実に打っていこう。
打ってかと。いける。オッケー。勝てた。勝てた。しかも一回もリセットなしで勝てた。US スーパーヒーローズ撃破。オッケー。ホリスが右下にいるけど。オッケー。勝てると思ってなかった、正直。やった、勝ったぞ。あの大統領は？さっき口から泡を吹いて運ばれていったでやんすよ。感染中に何か喉に詰まらせたらしいでやんす。ああ、よかった。試合に負けたら何をするかわからないもんな。さて、いよいよ素晴らしい何かが俺たちのものになるのか。一体何なんだろう。なんでやんすかね。そして。あ、これが素晴らしい何かですね。はい。ちょっと別に、アレナグッズとかね、ウィンウィン言って入れるやつとかじゃないんで、そこ勘違いしないでくださいね。本当にお願いしますよ。これ全年齢対象のゲームですからね。社長、これは一体、私に聞かないでくれ。これ、何なんです？はい、これが優勝商品の素晴らしくわけのわからない何かです。なんでアルベルトいいんだよ。あいつは、そういうオチでやんすか。そうか、歴代の優勝チームが沈黙を守るはずだ。事件と全然無関係かよ。みんなそんなにがっかりするな。俺たちは確かに素晴らしいものを手に入れたじゃないか。そうですよね。この大会の勝利こそ何者にも代え難いものっすよね。そうか？おいらは隠し財宝の方が良かったでやんす。こうして素晴らしい何かを得て、俺たちの大会は終わった。オッケー、でも勝った。人気者ナイス。オッケー。さて、そろそろ元の時代から冷凍睡眠のための機材が送られてくる日が近づいてきたな。しかし犯人はわからないままか。もう一度おさらいしてみようか。よし、考えてみよう。犯人はこの時代の人間じゃない。俺が会った人たちの中でおかしな言動のあったのは、割とみんなおかしな言動はあったけど、鈴音さんですね。彼女のどこがおかしかったかな？触られるのを恐れている。変な護衛が二人いる。常識がずれすぎている。バッテリー工場といった。柿内社長の娘だ、この D。バッテリー工場といったこと。これがおかしいです。今はまだバッテリー工場ではないから、バディは。そして、どうしたんです？こんな時間にこんなところに呼び出したりして。ところで、あの二人は？ええ、言われた通りうまく巻いてきましたよ。鈴音さん。はい。ちょっとドキドキしてます。あ、いや、そうじゃなくて、うちの工場がバッテリー工場だって前に言ったよね。え？違うんですか？うん、今はまだそうじゃないんだ。それ、誰に聞いたの？どなたでしたかしら？ああ、そうそう。やばい、実力行使に来た。危ない！撃ってきたな。ああ、どうしましょう。今日はまだ心の準備が。いや、そういう状況じゃねえんだ、すずねちゃん。ここでじっとしていて。肩をつけてくれ。え？もし？やっぱりあんたか。どうして俺だと。お嬢さんは怪しむと思ったが、違う時代から来た人間だから、どうしても行動にボロが出る。でも、世間知らずのお嬢さんなら誰も不思議に思わない。確かに未来の人間が入り込む立場としては美味しいよな。反社会的な組織の人間だから、歴史を変える手段もあるし。でもこれまでの行動は病的なまでに慎重だった。そんな奴が目立つお嬢さんの立場になるわけないだろう。それに同じような利点のあるもっといい立場があるじゃないか。そう、そのお嬢さんの付き人さ。俺の間違いに彼女は気づかないし、他のミスも彼女のせいにできる。こんな格好をしていても彼女の印象が強すぎて俺のことは誰も気にしない。さて、お話の時間は終わりだ。これでも食らえ。お前がな、サブ。な、だと。サブロー博士です。イチの話が長すぎたな。おかげでお前の居場所が特定できた。あれ？どうして俺はこんなところで銃を持ってるんだ？あ、サブか！てめえがやったのか！操られてたんだよ。よく思い出すんだ。サブとどこで知り合った？え？そりゃ昔からのダチで、あれ？もともと鈴音さんの護衛はあんただけだったんだろう。二人の時はあんたの行動に従っていればいいから楽だしな。俺には何がなんだか。まあ、後でじっくり説明するよ。これは一体？人にごまかしましょう。つまりサブは悪いやつで君たちを利用していたんだ。詳しいことはこれ以上話せないけど。ということはあなたも本来はもっと別の顔があるということなのですね。え？うん、そうですか。では一つだけ教えてください。私とのことは、いえ、やっぱりいいです。さようなら。多分、もう会えないって気がついてるんだろうな。悲しい。そして、え？やめる？はい。実はちょっと個人的な事情がありまして。そうか、みんな寂しがるだろうな。よし、送別会は盛大にやろう。どんちゃんどんちゃん。俺は工場のみんなに送別会をしてもらった。じゃあこれでお別れね。元気でね。
さえちゃんも元気で。ああ、ゆきくん。おいら、ゆきくんのこと忘れないでやんす。俺も山田くんのことは忘れないよ。じゃあ、列車の時間があるから。ああ、行っちゃったでやんす。まあ、どうせ戻ってくるさ。僕もそう思いますね。事情ぐらい教えてくれてもよかったのに。まあ、俺、いろいろあるんじゃないの？あ、いけない。ドラマの録画忘れてた。急いで帰らないと。山田さんはどうするの？河原でも歩いて帰るでやんす。こうして、俺の任務は終わった。このまま冷凍睡眠すれば、おそらくこの時代に来ることは二度とないだろう。俺は。やっぱり、この時代に残ろう。いや、俺は未来に戻るわけにはいかない。ここにやり残したことがあるから。これでクリアです。まあ、最後未来戻っても正直良かったんですけどね。なんか、こっちの方が気持ちよく終わるかなと思って。素早さ残るともったいないな。ここ使って、これで行くか。まあ、多少残っちゃうのは、まあ、これでほぼ残んないからいいでしょう。よし！背番号。なんか未来っぽいのないか。なんか、ないからいいや。ないから、俺の誕生日4月8日で行きます。てるるるるてってって。さあ、選手登録完了。青野さんは後輩たちを集めて特訓をしているらしい。青野さんの話ではアメフトの試合を見せるのがどうとか。青野先輩、今日は練習って言ってませんでした？そうだぞ。だからお前たちもアメフトの試合をよく見ておけよ。練習と関係ないんじゃ。それとも何か意味があるんですか？ああ、もちろんだ。お前らも試合を見ているうちに野球とアメフトが意外なほど似ているのに気づくはずだ。きっと多くのことを学ぶことができるぞ。はあ。兄貴、ご苦労様っす。兄貴の好物のお好み焼きを。まずは野球場だちろ。へいへい。そういえば、あの輪切りバブルスと最近はよく試合してるんですぜ。兄貴もそろそろ復帰を考えてくださいよ。考えておこう。帰ってきてくれた。許せん。私に対する侮辱は国家に対する侮辱だ。補佐官、攻撃をかける口実のある適当な国はないのかね。誰だよ。面白いからってこんなやつ大統領にしたのは。このキャラも飽きられてきたし、次の選挙はもうちょっとだけまともなやつにしよう。はい。この鈴音さんのね、まあ、笑顔が見たかったから残ったんです。俺がこの時代に残ったことを、誰よりも鈴音さんは喜んでくれた。もう、俺は決して彼女を手放さない。どうしたのですか？いや、君の顔に見入ってたんだ。そんな、鈴音は恥ずかしいです。畜生、話せ、一！社長、銃はやばいっす、銃は。あれにも慣れたし、慣れちゃいけないんだけどな。はい、ということで、パワプロくんポケット6の実況プレイでしたが、いかがだったでしょうか。静止実況をね、1から14まで上げてるんですけど、その動画では、まあ、パワポケ6の静止としては、途中で大帝国キラーズに負けて、裏サクセスに行って、幸せ島をクリアして、表に戻ってくるっていうのが静止の流れではあるんですよ。ただまあ、そんな流れでね、それをなぞったんで、6自体は完全クリア最後まではしてなかったので、どうしてもそれ心残りだったんですよね。なので、今回こうして実況してみました。やっぱり6はね、敵のチーム、ラストの裏野球大会きついんすよね。あ、で、ホルヒスの作者さんとかね。これ、コロコロコミックのキャラクターコンテストで、イサリビくんとホルヒスは、まあ、生まれたキャラクターなんですよね。昔はパワポケもこうやってコロコロに乗ってたりして、まあ、何？ユーザーさんからの公募でキャラクターを作っていたりして、とても楽しかった時代ですね。僕、その頃のコロコロ読んでたんで、覚えてます、ちゃんと頭の中に。はい。っていう感じですね。まあ、今回しっかりと US スーパーヒーローズを倒してスッキリできたので良かったかなと思います。まあ、こんな風にね、今裏サクセスの実況を上げてるところですけど、ちょいちょい表サクセスの実況とかも挟んでいくので、まあ、そちらも楽しみにしておいていただければと思います。で、裏サクセス全部終わった後は、もう一回表サクセスの、今度は1から自分の推し彼女のアピールをしながら、まあ、クリアしていくっていう、僕の推し彼女シリーズの歴代推し彼女シリーズの実況を上げていこうと思うので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。